FC ウィナーズ。FC ウィナーズって言えば全国大会の常連よ。確か全国大会で5回か6回優勝してるわよね。そのウィナーズが本当にこの町にやってくるの？そうじゃ、サッカー協会がこの地方のサッカーのレベルアップを図るために全国でも指折りの強豪チームを招待することになったんじゃ。じゃあ俺たちもウィナーズと試合できるのか？いや、試合をするのは春の地方大会で優勝したクラブナンバーワンと東部、南部、西部、北部の4地方から選ばれた選抜チームじゃ。選抜チーム？もしかしたら FC 秀丸からも何か選ばれるんじゃないのか？選抜チームは春の地方大会に出場した選手から選ばれることになっておるんじゃよ。なんだ。じゃあ全国レベルのチームがどういうものかこの目で見られるんじゃからな。いい勉強になるぞ。チャオヒデ、その招待試合が行われる4日前のことでした。クールダウンをするんじゃぞ。へえ、サッカーシューズを買いに。うん、僕もサッカーしたいから。そっか、ランマルもついにその気になったか。よし、シューズを選ぶの手伝ってやるぜ。腹減ったぜ。もう少しの我慢だぜ、兄貴。まず着いたらピッツァとスパゲティ5人前ずつだろ。それから、おお、見えてきたぜ。お、いよいよ今度の土曜日と日曜日だな。FC ウィナーズの招待試合。ありがとうございました。急に故障しちまったんだから。まあ命が助かっただけでもラッキーだと思え。何？ラッキーなのはあなたたちじゃなくて、うん、顔は女の命なのよ。特に私のようなとびっきりの美女にとってはね。なあ、うっとり。もしこの美しい顔に傷でもつけていたらあなたたちの命はなくてよ。何してるんだ、ランマル。
ちょっと修理しようと思って。修理ってまさかこのヘリコプターを？単なる機械にものすごく強いのよ。腹が立つぜよ。なんで会ってくれないぜよ。エンジェルスのことであるまるやってきたんぜよ。エンジェルスのことで？お前たちのチームがどうかしたのかよ。それがね。ドルフ、悔しいぜよ、イデマル。創立100年、南部地区で一番古い歴史を持つ我が名門エンジェルスが愛なく解散させられてしまったぜよ。解散？エンジェルスのオーナーはクラブ経営で膨れ上がった借金を返すためにキャンプ地を欲しがっていたスポーツアカデミーナンバーワンに仕方なくクラブを売ることになったんぜよ。スポーツアカデミーナンバーワンに？おまんらがわしらの町にキャンプに来た時から話は持ち上がっておったんじゃが、正式に決まったのはつい2週間前のことぜよ。ごめんね、みんな。でもスポーツアカデミーナンバーワンはエンジェルスをそのまま残してくれるって言ってくれたから、だから経営者に代わってもみんな頑張ってね。いいわね。ところがスポーツアカデミーナンバーワンはすぐその約束を破ってエンジェルスを解散して施設をクラブナンバーワンのキャンプ地にすると発表したぜよ。そしてわしらを練習場から追い出し立ち入り禁止にしたぜよ。ひどい。なんてやつらだ。そこでわしはみんなを代表してゲオログ公爵の一緒にもう一度考え直してくれるよう頼みにこの町にやってきたんぜよ。だが悔しいことにイルスを使って会ってもくれんのぜよ。そうだったのか。だったらしばらくうちのクラブハウスにいろよ。そうしなさいよ。そのうちきっとクソを捕まえることができるわ。ヒデマル君たちではないか。アレキサンダー兄弟のペレスとラルス。さっき汽車でこの町に着いたところだ。これからクラブナンバーワンのスタジアムで選抜チームの練習があるんでな。選抜チームの？そうか、2人とも選抜チームに選ばれたのか。選抜チームはあさってクラブナンバーワンの2軍と練習試合をして土曜日の招待試合に臨むことになっているんだ。よかったら見に来な。よし、選抜チームの力がどんなもんかよく見させてもらうぜ。じゃ、後でな。行きましょう。はい。ありがとうございました。腰が。お嬢様。あ、先ほどは失礼しました。俺はワルサ兄弟のワルサワンだ。ちなみに俺は弟のワルサツ。さあ、俺のこの愛を受け止めてくれ。俺は一目見てお前が好きになった。男は顔じゃない、愛だ。よーよーよ。仮にあなたが100万本の、いえ、1億本のバラを持ってきても、あの方のバラ1輪にはかないこなくてよ。あの方？誰のことだ？うーん、私のバラの君、愛しの女王様。何者だ、そいつは。 FC 秀丸のエースストライカーよ。 FC 秀丸のエースストライカー？私の一番大事な方よ。私とあの方は強い強い愛で結ばれているのよ。帰るわよ。はい、フローレンス様。フローレンス様か。いい最高だぜ。気が強くてプライドが高くて俺にぴったりだ。ますます気に入ったぜ。兄貴、強力なライバルがいそうだけど、今度こそ頑張れよ。これでちょうど100人目だ。100人目？そう、これが記念すべき100回目の一目惚れ。よし、今度という今度は絶対愛を実らせてみせる。その前にまずは腹ごしらえで。くーちゃん、それは
パワーあアロハ8番早風9番9太郎サッカーはルールを守ってフェアプレイ。そういえばここ2、3日ジョー様にお会いしてないわ。ジョー様お元気なのかしら。ねえ止めて。はいフローレン様、行くところがあるから先に帰ってらっしゃい。はい、よいしょよいしょよいしょ。おい乱丸、いい加減にしてシューズ買いに行こうぜ。じゃないと選抜チームの練習始まっちゃうぞ。こうやって集中すると何も聞こえなくなるのよね。まだかかりそうだから言っていいわよ。私乱丸に付き合うから。じゃあシューズは練習を見た後だ、行こうぜ。うん、さすがの選抜チームぜよ。北の稲妻のアレクサンダー兄弟を筆頭にいい選手が揃ってるぜよ。そうか、アレクサンダー兄弟以外知らないやつばっかりだけど。あれがアレクサンダー兄弟と同じ北部地区の FC ロイヤルズのミッドフィルダー、氷の貴公子サモン・ジュニアぜよ。氷の貴公子、氷のような冷酷なやつだと言われているが、冷静な判断力と精密機械のような正確な動きが得意でよ。向こうにいる3人が西部地区の FC ナイツの三重士でよ。やつらのコンビネーションプレーは高く評価されているでよ。ボールキープの練習をしているのが同じ西部地区の FC タイガースのミッドフィルダーの TJ でよ。華麗なボールさばきから足の魔術師と言われているぜ。そらそらそら、ひときわ目立つ巨漢が FC スターズのフォワード青木怒涛の異名を持つガオーぜよ。呆然と突進するド迫力が地響きを立てて押し寄せる荒波に似ているからそう言われているぜ。そしてゴールを守るのがわしと同じ南部地区の FC ブレーブスの鉄壁のキーパーリムロぜ。嫌に詳しいじゃないか、ドルフ。あ、おまんはジオ。なんだ、来てたのか。わしらの町ではほとんどのチームがキャンプをやるき、各チームの中心選手の顔はほとんど知ってるぜよ。あのヘリコプターは。あれはワルサ兄弟。ワルサ兄弟、あいつら兄弟なのか。わしと同じ南部地区の FC ハリケーンズの選手ぜよ。デートランマルも乗ってるわ。選抜チームの諸君、遅れて悪かったな。南海の暴れん坊 FC ハリケーンズのワルサ兄弟、ただいま参上。あいつらが選抜されてるとは知らなかったぜよ。ヘリコプター本当に直したのか。すごい。大したことじゃないよ、電気系統をちょっといじっただけだもん。ありがとうな、ランマル。助かったぜ。もうドルフ、なんでお前がこんなところにいるんだ。どこにいようがわしの勝手でよ。そういえばお前のチーム解散したんだってな。あんなにまいちゃ無理もないな。この町に FC ミデマルってチームがあるのか。あ、俺たちのチームだぜ。な、なに、それがどうかしたのかよ。じゃあ、お前たちのエースストライカーは。俺だよ。嘘じゃないよな。勝負だ。勝負？
勝負？俺たちワルサ兄弟の必殺トルネードシュートを受けてもらうぜ。トルネードシュート、もしお前が止めたら今日のところは見逃してやる。だが俺たちが勝ったらあの方のことは諦めてもらうぜ。あの方、なんだそれ。お前のこの世で一番大事な人のことだよ。この世で一番、この世で一番大事な人って誰だ。あ、オレンジのじいちゃんのことか。とぼけるんじゃねえ。ふざけてやろうぜ。嫌だとは言わずに力ずくでも勝負してみせる。ボールはこれだ。俺たち2人が同時に2個のボールをシュートする。5本いや10本のうちたった1回でいい。同時に2個のボールを阻止したらお前の勝ちだ。なんだか知らないけど、かなったら受けてやるぜ。俺たちワルサ兄弟が3年がかりで完成させた必殺トルネードシュートだ。行くぜ。練習に参加しろ。お前たちが来ないからチーム練習ができなくてみんなが困ってるんだ。今それどころじゃないんだ。勝手にやっててくれん。ワルサ兄弟よ、よく聞け。選抜チームのキャプテンはこの俺だ。招待試合が終わるまで誰であろうが俺の言うことに従ってもらう。それができないなら直ちに役員に報告してお前たち2人を選抜チームから外す。ああ、ひどい目にあった。でも笑っちゃうよね。あの悪さまがフローレンスに一目惚れだなんてね。それにしてもあの必殺トルネードシュートすごかったぜ。あんなの試合でやられたらどんなキーパーだって止められないぜ。でも心配ないよ、試合じゃ使えないんだもん。だって必殺トルネードシュートってボールが2個ないとダメなんでしょ。そうか、そうだよな。ナンバルだったもいいよな。君は、待ってくれ。一体何事だ、危ないじゃないか。いや、話が違うぜよ。チームを残すという約束はどうだったぜよ。この通りぜよ、もう一度考え直してくれぜよ。何度言ったら分かるんだ、クラブの方針が変わったんだ。そこはなんとか。うるさい。これ以上つきまとったら警察に連絡するぞ。何？どれ？おまんな、やっぱり最初からエンジェルスなんかどうでもよかったんぜよ。クラブナンバーワンの
キャンプ地としてエンジェルスの施設が欲しかっただけだよ。やめろドルフ、こんなことをしても何にもならない。お前が損するだけだ。とにかくな、 FC エンジェルスはもうなくなったんだ。サッカーやりたかったらどこででも勝手にやるんだな。一緒にクラブナンバーワンを倒してスポーツアカデミーナンバーワンを見返してやれよ。うわ、ありがたいぜよ、嬉しいぜよ。こうなったらみんなの気持ちに甘えて一緒にやらせてもらうぜよ。というわけでドルフは FC ひねまるの正式メンバーになった。みんなよろしく頼むぜよ。私はやるでよ。FC ひねまるのメンバーとしてクラブナンバーワンを倒してみせるだよ。そしていつの日か必ず町へ帰って我が名門エンジェルスを復活させてみせるでよ。チャオヒデ、こうしてまた新しいメンバーが入りました。暗い霧